まずあのこの去年の8月のこの慰安婦ご訪問題について の、 その特集といいますか、はい、そのことから入りたいんですけどもね、はい、あれは私たちは今その朝日が吉田誠二氏の証言を取り消したということで、はいはい、あの朝日が最初からそのように反省して、自分たちの報道を振り返ろうという感じで受け止めていますけども、はいはい、実はこれあの第三者委員会がですね、はい、出した報告書ですね、130何ページありますけど、110何ページありますけども、この中に非常に気になることが書いてあるんですね、はいはい、例えばその2014年8月の検証記事についてなぜこのような記事が書かれたかということでちょっと読みますとね、はい、あのまあ安倍さんがもう一回内閣総理大臣になって2014年を迎えたと、2014年の2月中旬頃から政府による河野談話の見直しが実際に行われることになった場合、改めて朝日新聞の過去の報道姿勢も問われることになるという危機感が高まった。慰安婦問題についての本格的な検証を朝日も行わざるを得ないという考えが経営幹部を含む社内において強まってきたというんですね。ですからこれはその、まあ、確かにね、河野談話の見直しというようなことをあの安倍さん言い始めましたよね。自民党がその、あの始めましたよね。そうすると当然これは朝日批判になるだろうと、そうすると自分たちも本当にその慰安婦報道を検証しておかなきゃいけないという危機感が高まったということをこれは第三者委員会が書いた。なるほど。で私はですね、ここにあのもう一つこれ朝日新聞というこれ文春新書から出たばっかりの朝日新聞のその有志の記者たちが書いたあの何人かで書いたその朝日新聞の内部を知る人たちの、はい、あの、まあ、あの物語というかその証言なんですけどもね、ここにこのなぜ朝日新聞が去年の8月の慰安婦報道の検証を行ったかということがもっとはっきり書いてある、はい、でここちょっと取材班の目的は攻めというあれなんですけども、ここで重要なのは今回の取材班というのはそのどういう慰安婦報道をしたかという取材班ですね、はい、取材班の当初の目的は、吉田証言の信憑性について結論を出すことではなかったと、ほう、吉田誠二さんのことじゃなかったというんですね、あくまでもこれ彼らの言葉、私はこういう言葉は使いませんけども、はい、あくまでも従軍慰安婦の強制性を検証し、これまでの朝日の報道が間違っていなかったことを証明するためのチームだったと、むしろ攻めの姿勢で安倍政権の朝日包囲網に立ち向かおうとしたのである、これはですね、まあ、もちろんそのどういうふうにお考えか知りませんが、これかなり現場を知って、その自分たちも朝日の紙面でですね、慰安婦の記事を書いた人たちの、あの書いた本ですよ。で私はねこれ読むと、あ、なるほどなと思いまして、朝日はその自分たちの慰安婦報道が間違っていたというところから出発したんでは必ずしもないんだなと、調べられてしまう、河野談話を検証されてしまう、そしたら困っちゃうので、ここ本を読むとですね、はい、あの検証していくうちに、どうしても吉田誠二の証言にぶち当たってしまう、はい、これが虚偽である、ということはもう避けて通れない、しょうがないから16本の記事、まあ、16本なのか元あるのか本当は分かりませんけども、それを取り消したということなんです。それが第一点、もう一つはですね、これ若宮さんとも関係があって、私と若宮さん、考え方は違いますけども、はい、まあ、折に触れ意見交換をしてきましたよ ね。その中でこの慰安婦問題というのはですね、やっぱり私と若宮さんずいぶん激しく対立したポイントの一つなんですよ、でね、97年にその朝日があの検証記事に掲載しましたでしょ、で真偽は確認できないといった時に、その時にですね、それまでの慰安婦の強制連行というのは、教義の強制連行から広い意味の抗議の強制連行へと朝日が変えたんです、それでね、でその時にその教義、狭い意味というのはね、その日本軍の軍がいて、もう無理やりこうその吉田誠二さんが、言ったようにも無理やり木刀で脅したりなんていうことで連れてくる、で広い意味の抗議の強制性というのは、女性が慰安婦になりたくない、女性の気持ちに反してならせたというふうに変えて、抗議の強制性ということを当時の朝日はこの97年の検証記事で言ってるんですね、で私その時に若宮さんと交わした会話を覚えてるんですよあなた覚えてらっしゃる？いや聞いてみないと、言ったら思い出すと思うんですけどもね、当時私はその慰安婦問題かなり激しくこう書いていた方ですよね、でその朝日新聞が悪いということもすっごく書いたんですよ、こんな嘘を書いて、こんな間違いを書いてと、そうしたらですね、若宮さんとあれ電話で話した時か、直接会って話したのか、そこ覚えていないんですけども、桜井さんたちがあまりにも朝日がね、その虚偽のことを書いた、嘘を書いた、間違ったことを書いたというので、朝日の若手の記者が動揺していると、動揺しているから彼らをちゃんとその納得させるために検証したんですって
って言ったんです、97年の時、うんうん、でその時私は若宮さんにずるいじゃないかと言ったんですよ、うん、教義の強制性であなた方はその日本が悪いことをしたと言ったんでしょう、うん、日本その慰安婦ということはね、うん、強制連行だからいけないと言ったんでしょう。ところがこれが精神的なものとして、うん、その嫌なのに無理やり引っ張っていった、うん、広い意味での強制性ということになった。これはもうね論点のすり替えだと言ったんです、うん、その時そう言って あなたが何を答えたかはそこは私は覚えていないんだけども、うん、今回のこの第三者委員会のこの報告でですね、そうそうたる人たち、まあその必ずしもその、うん、厳しい論評をする人たちじゃないけれども、うん、まあ、あの知性のある人たちが一応書いたものの中にですね、はいはい、97年のあの検証記事ではね、はい、教義から抗議へと変わったと、うんうん、はい、これは論理のすり替えであるとちゃんと書いてある。なるほど。ですから若宮さんたちがね、うん、あなたあの時政治部長ですか、論説政治部長ですか、で政治部長としてはね、若手の記者が動揺してるから何とかしなきゃって気持ち分かりますけども、うん、でもそれをごまかしでやったということについてはね、私はやっぱり言論人としてはあんまり正直じゃないし誠実じゃないと、うん、これは私はあの若宮さんにはちょっとあの笑顔ですけども真剣に言いたいですね。今点いかがですか、競技から抗議のすり替えだというご指摘。その前ちょっと、ね、覚えてらっしゃる、ちょっといや、あの大体あのなんとなく思い出しました、ね、まあ、正確かどうかわからないけど、なかったでしょう、うん、でちょっと今ね、朝日新聞という本を、ね、はい、出されたので、はい、あの申し上げるんだけど、はい、これ朝日の有志っていうこと、記者有志で書いててね、はい、名前がないもんだから一、はい、人だけ、あの名前を出してます、はい、でまあ、それは内部にいたものだから、うん、あのかなりね、はい、中にいなきゃ分かんないことは書いてあると思うけど、はい、でもね、うん、かなり一致反対の部分があるわけですよ、うん、社内にいるからって言って全部分かるわけじゃない、ね、特にね、いや、あの、まあ、出たから言うけど、私がこの本にも出てくるんだけど一ページ、はいはいはい、全く違う問題ですよ、慰安婦とかそういう問題じゃないんだけど、はいはいはい、私のことが書いてあるんだけども、うん、明らかに事実誤認で、うん、もう名誉毀損ものの表現があるんですよ。だから僕はこの文春新書にも抗議してるんだけども、うん、あのそのぐらいだから、うん、全般に僕は信憑性を ね、あんまり感じない部分が多いんですね、うん、でだけど、まあ、あの、ある程度は内部の人間がそう思ってるということで理解して、うん、できる部分も、うん、まあ、あるでしょうけどね、はい、で、その協議と抗議の、はい、というところでしょ、うん、で私もね、あの実は97年で急に変えたんじゃないんですよ、うん、93年に河野談話が出るわけですよ、うん、まあ、後で、はいはい、で河野談話というのは、うん、あの吉田政治の言ってるように、うん、無理やり引っ張っていったという前提で作られてないわけですね。違う、そうじゃないですね、無理やり連れてったとかいうことではないけども、うん、いろいろ騙したりね、さまざまな方法で、強制性はあった、強制性があった、それから、まあ、管理の方法等ね、うん、はい、そういう談話が出てたわけですね、うん、で朝日新聞はその頃からね、あ、こういうことかと、うん、で吉田政治の問題は朝日新聞はね、吉田政治だけに依拠して慰安婦問題を報じてたわけじゃないんですよ決して、うん、だから吉田政治の言うようにその強引に連れてった例もあっただろうけれども、うん、あのそういう方法に関わらずね、はい、あの慰安婦さんが証言していることも、うん、あの紹介したりもしてるし、うん、まあ、いろんな中に吉田政治のもあったということで、うん、しかし河野談話が出た時には、うん、あの必ずしもそうじゃなくて、しかし河野談話もね、はい、そういう強制的に引っ張っていったのがなかったとはまた書いてないのね、うん、つまり政府の証拠にそういうものはないわけですよ、うん、だからあの強制的に引っ張っていった人が絶対ないとは言えないけれども、うん、しかし少なくとも全体に強制性があったということをこの段は出したわけですね、うん、でそれをの下敷きになったいろんな資料もあった、うん、で朝日新聞はその頃から、うん、あの大体その路線に従って、うん、書いてたんですよ、うん、で97年にただね、うん、そういうことをもう一度あのしっかりと検証したものを出さないと、はい、今桜井さんおっしゃったようになんかもう嘘でたらめだけ書いてるみたいに攻撃をされたから、はい、そうじゃないんだよと、うん、この談話にあるように、うん、こういう実態があったんだということをやっぱりあのそれは社内の動揺もあるかもしれないけどそれは読者に向けて発信したわけですよ、うん、でその時に、潔くね、うん、吉田さんの言ってたような極端な例はね
あの少なくとも吉田証言についてはどうもこれは虚偽だったというふうにしっかりと書いてればね、よかったと思うんですよ。そこでやっぱりそう感じになりますか。思いますよ。97年の段階で2010年の8月にやったところまで踏み込んでもよかった。要するに吉田証言は虚偽であると判断し記事を取り消すところまで、でもつまり新しい材料が特にないわけだから、いやそうなんだけど、同じ材料がそこまで踏み込めたのに踏み込まなかった。ただそうあの時は吉田さんまだ生きてて、はい、ね、なるほど。それで、はい、一部そのフィクションは認めてたけども、うん、全面否定したわけじゃないんですよ本人はね、うん、全部嘘だとは言ってないんですよ、まあ、で しかしもう取材のアクセスも断られちゃった。そうそう、だから相当怪しいんだけど、うん、しかしでも亡くなったからっつって、いや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 、じゃあ判断できる。そこもまた違う話ですよね。今回だから、はい、もうちょっとあの、はい、調査もしたんですよ。あの時よりもう一度重ねてね、はい、でその後のいろんな証言もあるから、はい、ということで、あのだから私は97年にね全面的に取り消しまでできたかどうかは分かりません、はい、うん、ただ、うん、あの真偽は確認できないっていうのをね記事の中にさらっと書いただけで済ましたのはやっぱり良くなかったと、うん、少なくともきちんとね、うん、吉田誠二の証言については、うん、あの取材の結果こうだったというのを一つの原稿にして、うん、で、訂正まで完全にできなければ、うん、しかし相当怪しいということをもっとね、うん、しっかりと、うん、あのまあ、畑育彦さんの研究なんかもあったわけだからね、そういうものを使ってやっていればよかったなと、うん、まあ、あの当時も社内でいろんな意見はあったんだけど、はい、結論として、はい、まあ、あの本人も生きていてあの全面否定してるわけじゃないし、それから今後どういうまた証言が出てくるかもね、わからないから、うん、今の段階で全面訂正するのは行き過ぎだというのが、まあ、通ったわけですね、うん、最終的に、ね、私はね今のお話聞いててね、うん、あの朝日新聞の読者は気の毒だと思いますよ。こんないい加減な取材基準で紙面を作って800万部だか900万部だか知りませんけれども、うん、売って、うん、一応朝日は日本を代表するメディアだという評価を受けて、うん、なんでそれでね安穏としていられるのか、これは聞いていてですね、うん、若宮さんは友人でありますけれども、ね、うん、腹が立ちますね、うん、というのは97年段階で、うん、朝日新聞は上村隆さんをチェジュ島に送って、はい、その他の方もおそらく行って取材をさせてるんですよ、うん、吉田証言が本当に正しいのかどうか、うん、でその前に今もうお話があったように畑育彦さんがちゃんと現地に行って、はい、もうこれデタラメですって言ってるんです、うん、その前には韓国の女性記者が、はい、自ら調べて、チェジュ島の記者、女性記者の、そうなんです、うん、なんでこんな嘘を日本人は書くのかと、うん、日本人は金儲けのために嘘を書くのかということまで言ってるんですね、うん、で例えばそのボタン工場に行ってなんか何人が連れてきたとかいろいろありますけども、うん、はい、そのボタン工場は女性は一人も働いていなかったとかですね、うん、男性ばっかりだったとか、そういうことはもう現地に行って調べれば本当によくわかる、うん、ですからあの97年に上村さんはじめ他の記者が何人行ったか知りませんけれども、うん、朝日新聞の取材力で、うん、虚偽が確認できなかったということはですね、これ極めて無責任か全く能力のない記者ばっかり、ボンクラ記者ばっかりが揃っているということなんですね。というか私はね、はい、今のねその若宮さんが論説主幹政治部長まで務めた方がね、あの今みたいにまあその OB ですから穏やかな言い方をしましたけれども、はい、やっぱりこれはねその吉田さんが生きていたとかまだそのご存命だったとかっていう問題と全く違って、幾百万という人たちの名誉に関わる、そして今生きてる人たち、これからの日本人の名誉に関わることなんですよね。ですからやっぱりそこは本当に真摯に間違ってましたということを言えなければ、うん、メディアなんてやってる資格はないと思いますよ。いやだから、うん、まあ、とにかくあのそういうことも含めて、はい、厳しく反省してね、うん、あの去年の夏以降、はい、そうですね、あの反省して、うん、るわけで、うん、第三者委員会の厳しい指摘もね、うん、得てそのことを、うん、みんな研究服用してやろうということでしょ、うんうん、でただちょっと ね、 ごめんね、そこもね、そこもね、ここに書いてあるようにね、うんうん、その河野談話の見直しがどうやら政府によって行われるようになった、うん、僕たちのその書いてきたことも検証しないと危ないねという発想から生まれてると、うん、まあその今若宮さんこの朝日新聞ということを書いた人たちのことはあまり信を置けないとおっしゃいましたけども、うんうん、まあこことこことその連動して同じことを言ってるんですね。やっぱりこれは朝日は慰安婦行動を正当化しようという意味なんですよ。あの河野談話を、はい、検証しようっていう動きがずっとありましたよね、はい、未だに見直せるのもありますよね、はいはい、でそれが、うん、あたかもその朝日新聞の報道によって間違った談話ができたというふうに、うん、おっしゃる方多いんですよ。桜井さんそう言ってるかどうかわからないけどね、うん、そういうふうに言われるから河野談話というのを検証する中で、うん、じゃあ朝日新聞は何を主張してきたのか、そして吉田誠二の証言は、まあ、虚偽であった、うん、
というところをきちっともう一度しとかないと、河野談話と何か関連づけてね、議論されちゃってると、あの吉田政治の問題を、はい、あの朝日新聞が報道したために河野談話ができたみたいな大変な誤解が広まっているから、河野談話は、私は河野談話はね、いろんなことを考えた末、あのいろんな調査もした末に作られた談話でね、決して吉田政治の証言はあの採用してないんですよ。そういうふうに作られたものであるということをやっぱりあの僕らはやっぱり訴える義務があるわけでね。若宮さん、その慰安婦問題の、うん、よくその俗にですよ、うんうん、慰安婦問題のその取っかかりは朝日の報道に始まっているという指摘があることについてはどういうふうな感じになってますか。それほど朝日の報道は影響を及ぼしていないというふうな感じになってますか。ですね、慰安婦問題は、うん、あの朝日が火をつけたわけではなくて、はい、あの、まあ、主として千田さんという方が、うんうん、あの綿密な、まあ、取材をしてね、はい、それをまとめて本にしたあたりから、まあ、始まってくるんだけども、うん、慰安婦の元慰安婦の証言というのを初めて名乗り出た人のを紹介したのが、まあ、朝日新聞だった、うん、それは匿名なんですけどね、はいはい、しかしそれはすぐに自分で記者会見して実名も明かして、名乗り出てるわけだから、あの別に朝日新聞が報道したからそうなったわけでも何でもないんですよ。多分そこだと思うんですよ。要するにその、うん、朝日新聞という、まあ、日本のクオリティペーパーがね、うん、どれほどの力を持っているのか、どれほどの影響力を持っているのか、うん、それがそのいわば吉田証言という吉田誠司さんの話をですね、うん、いわば比較的こう無批判に受け入れて報道したことが、うん、どれほど国益に対してその既存国益を毀損したかどうかという、ここの部分が多分おそらく全てだと思うんですよね。大したことなかったというお話もありますし、多大な国益に対する毀損を果たしたんじゃないかという両論があると思うんですけれども、今の吉田ね、はい、いやそれは私はね、こう、はい、今反省している立場だからね、はいはい、これは大したことなかったというような開き直りをね、うん、するのは良くないと思うけれど、うん、客観的に見てね、はい、私はあの例えば河野談話を作った時が大きなやっぱりエポックですよ、はいはい、その前にもちろん朝日新聞を中心として、報道した、はい、しかしその事実はね、吉田政治の問題を別にすれば、うん、大体大筋当たってるんですよ、みんな、うん、いや当たってますよ。例えば92年にね、政府がこういう資料を持っていることを発見したというのを報道した、それを朝日新聞が報道したことがけしからんと言われるんだけど、その内容はほとんど当たってますよ。ですから朝日新聞が国益とおっしゃるんだけれども、はいはい、ジャーナリズムはね、はい、そうです、もちろん広い意味の国民の利益に幸せになるべきものですけれども、はい、これはしかし相手の国もあり、うん、国際社会の中で生きていく上で、はい、どういうね、うん、その日本の国民がどう見られるか、はいはいはい、どういうふうに世界の中で遇されるかというのも、うん、踏まえての国益なんだからね、はい、それでここは考え方が随分違うんだけれども、うん、やっぱり過去についていろいろなことを言われているときに真摯にね、うん、はい、やっぱりそのことは伝えようと、うん、その努力をすることはね、大きな意味では国益を死してくると、そういう意味で申し上げてます。それは別に、ということでね、本当の答えは問題ないんですよ。だから、その吉田のに、ね、乗っかっちゃったっていう軽率な部分について、そこは本当に私もね、うん、吉田政治の報道にかかったわけじゃないけれども、うん、後から見てね、そうそう、慰安婦報道全体としては、うん、決してその何て言ったらいいんですか、嘘ばっかり塗り固められたものではなくて、で吉田さん、吉田政治証言の扱いに関しては軽率な部分はあるけれども、全体としては、その全部が嘘で塗り固められたものでもないので、もちろん、ね、もしかしたらその部分でね、間違ったこととかね、はい、ちょっと早とちりしたこととかありますよ、うん、それは、うん、だけれども総じてね、はい、決して間違っていたとは思わないんですよ、うん、それがね、吉田の問題だけがこう、はい、非常にターゲットになって、そこからブワーッと大きな話が広がって、僕はね、本当の間違いはね、うん、吉田政治の問題、証言を、うん、に乗っかっちゃって大きく報道したことによって、うん、慰安婦問題が、うん、あたかも強制的に引っ張っていったから問題なんだというふうに誤解を与えちゃったというところがね、僕はそうじゃなくて、うん、そんな風に強制的に、まあ、連れてった人もあるかもしれないけど、多くの人は騙されたりね、はい、まあ、売られたり、はい、いろいろしていったわけだから、うんうん、しかし それであっても軍の、うん、それは関与でね、はい、軍の依頼に応じて業者がやったり、はい、それから移送、はい、から何か から、ね、から全部、はい、それは軍がやったわけだから、うん、それは不幸な、ね、女性たちに、うん、お裁きながら、ね、報いるというのはやっぱり日本の、うん、国の方針だと、取るべき方針だと、うん、それが吉田を報じたために、うん、そしてそこを取り消すことに躊躇したために、はい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 、あたかもね、全体が貶められたのは、うん、私はそこに間違いが、そこは残念なんですね。残念なんですね。桜井さん、いかがですか。いや、全
全く朝日新聞の OB は反省してないんですね。あのね、うん、今のお話を伺ってていくつか感じるんですけども、はい、朝日の報道したことはほとんど間違っていなかったと、うん、例えば1992年の1月11日でしたか、はい、あの軍関与の報道がありましたね。で、軍関与の報道をした人がこの辰野さんという実名を出した人でありますけれどもね。で、それはその今までその国会なんかでね、うん、政府がその日本軍は関与していなくて主に業者が連れ歩いていたんですという言い方をしたものですから、はいはい、その吉見義明さんと中央大学の教授が朝日新聞にこの材料を提供して、それを91年の12月の24日でしたかね、あの本によると吉見さんから手に入れたと。で、その検証とかいろいろして、翌年の92年の、1月11日の紙面で一面トップに掲げて、軍関与って覚えてますよ、ものすごく大きい見出しでですね。で、あの軍が関与したじゃないか悪いじゃないかって言うんですけども、あの軍の関与というのは、はい、その悪い業者がいて女性を騙してはいけないとかですね、うん、日本軍の名前を語ってはいけないという意味の関与なんですよ、うん、よくよく読めば。しかしその下にですね、あのいわゆる慰安婦とはというその解説みたいなメモみたいなものがあって、はいはい、そこにその8万人から20万人が強制連行、いろんなことが書いてあるわけですね、はい、強制連行ってそこには書いてないでしょ。強制連行って書いてない。8万人から20万人、そしてほとんどが朝鮮半島の女性だったと書いて、うん、これ全部間違いですよ、うん、でこの辰野さんという方もですね、うん、そこのメモの部分が間違っていたと書いてるんですが、うん、これね、印象操作なんですね、うん、軍関与一面トップでものすごく大きい見出し、うん、もうおどろおどろしいくらい大きい見出し、その下に8万人から20万人ほとんどが朝鮮の女性、うん、強制連行うんぬんかんかんって書いてあるものですから、うん、これは一体となって、うん、読者の心に響いてくるわけですね。彼もそこのところはね、うん、確かに間違いで、あの正すべきだったと、うん、まあ、あの時から二十何年も経って書かれても、うん、私たちはこの間の時間の広がりをどうしてくれるんですかと言うんですけども、はい、やっぱり朝日の悪いところはね、うん、そういうふうにその本文のところでは、うん、ちょっと事実に沿って書いてるかもしれないけども、うん、印象操作がものすごいわけですよね、はいはい、ですから例えばそこのところを、うん、きちんと検証することなしに、うん、あのこの問題というのは論じられないし、うん、それから朝日がやったことはそれほど大きなその影響を与えなかったというような感じのこともおっしゃいましたけども、うん、朝日新聞が書いたことがみんなに信用されて、うん、それをと直接朝日という名前で引用しなくても、うん、いろんなメディアがそこからまた波及して書いていくということを考えると、私は朝日はやはり大罪を犯したと思います。幹部を含む社内において強まってきたというんですね。ですからこれはその、まあ、確かにね、河野談話の見直しというようなことをあの安倍さん言い始めましたよね。自民党があの始めましたよね。そうすると当然これは朝日批判になるだろうと、そうすると自分たちも本当にその慰安婦報道を検証しておかなきゃいけないという危機感が高まったということを、これは第三者委員会が書いた。なるほど。で、私はですね、うん、ここにあのもう一つこれ朝日新聞というこれ文春新書から出たばっかりの朝日新聞のその有志の記者たちが書いた、あの何人かで書いたその朝日新聞の内部を知る人たち の、はい、あの物語というかその証言なんですけどもね、ここにこのなぜ朝日新聞が去年の8月の慰安婦報道の検証を行ったかということがもっとはっきり書いてある、はい、でここちょっと取材班の目的は攻めというあれなんですけども、ここで重要なのは今回の取材班というのはそのどういう慰安婦報道をしたかという取材班ですね、はい、取材班の当初の目的は、うん、吉田証言の信憑性について結論を出すことではなかったと。ほう。吉田誠司さんのことじゃなかったというんですね、うん、あくまでもこれ彼らの言葉、私はこういう言葉は使いませんけども、はい、あくまでも従軍慰安婦の強制性を検証し、うん、これまでの朝日の報道が間違っていなかったことを証明するためのチームだったと、うん、むしろ攻めの姿勢で安倍政権の朝日包囲網に立ち向かおうとしたのである、うん、これはですね、まあ、もちろんそのどういうふうにお考えか知りませんが、これかなり現場を知って、うん、その自分たちも朝日の紙面でですね慰安婦の記事を書いた人たちの、うん、あの
書いた本ですよ。で私は、ね、これを読むとあなるほどなと思いまして、うん、朝日はその自分たちの慰安婦報道が間違っていたというところから出発したのでは必ずしもないんだなと、うん、調べられてしまう、河野談話を検証されてしまう、うん、そしたら困っちゃうのでここ本を読むとですね、はい、あの検証していくうちに、うん、どうしても吉田誠二の証言にぶち当たってしまう、はい、これが虚偽である、うん、ということはもう避けて通れない、うん、しょうがないから16本の記事、まあ、16本なのか元があるのか本当は分かりませんけども、はい、それを取り消したということなんです。それが第1点、うん、もう一つはですねこれ若宮さんとも関係があって私と若宮さん、考え方は違いますけども、はい、まあ、折に触れ意見交換をしてきましたよ ね。その中でこの慰安婦問題というのはですねやっぱり私と若宮さんずいぶん激しく対立したポイントの一つなんですよ、うん、でね、97年にその朝日があの検証記事を掲載しましたでしょ、はい、で真偽は確認できないといった時に、うん、その時にですねそれまでの慰安婦の強制連行というのは、うん、教義の強制連行から広い意味の抗議の強制連行へと朝日が変えたんです、はいはい、それでねでその時にその教義狭い意味というのはねその日本軍の軍がいて、うん、もう無理やりこうその吉田誠二さんが、はい、あの言ったようにもう無理やり木刀で脅したりなんていうことで連れてくる、うん、で広い意味の抗議の強制性というのは、うん、まあ、そうじゃなくて、うん、そんな風に強制的に、まあ、連れてった人もあるかもしれないけど多くの人は騙されたりね、はい、まあ、売られたり、はい、いろいろしていったわけだから、はい、しかし それであっても軍の、うん、それは関与でね、はい、軍の依頼に応じて業者がやったり、はい、それから移送は認めてます衣装から何から全部それは軍がやったわけだから、はい、うん、それは不幸な、ね、女性たちにお裾分けながら、ね、報いるというのはやっぱり日本の国の取るべき方針だと、うん、それが吉田を報じたために、うん、そしてそこを取り消すことに躊躇したために、はい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 、あたかも、ね、全体が貶められたのは、うん、私はそこに間違いが残念なんですね。残念なんですね。佐村さんいかがですか。いや全く朝日新聞の OB は反省してないんですね、うん、あのね、うん、今のお話を伺ってていくつか感じるんですけども、はい、朝日の報道したことはほとんど間違っていなかったと、はい、例えば1992年の1月11日でしたか、はい、あの軍関与の報道がありましたね、はい、で軍関与の報道した人がこの辰野さんという実名を出した人でありますけれどもね、で、それはその今までその国会なんかでね、うん、政府がその日本軍は関与していなくて主に業者が連れ歩いていたんですという言い方をしたものですから、はいはい、その吉見義明さんと中央大学の教授が朝日新聞にこの材料を提供して、はい、それを、91年の12月の24日でしたかね、あの本によると吉見さんから手に入れたと、でその検証とかいろいろして、翌年の92年の、1月11日の紙面で一面トップに掲げて、うん、軍関与って覚えてますよ、ものすごく大きい見出しでですね、であの軍が関与したじゃないか悪いじゃないかって言うんですけども、あの軍の関与というのは、はい、その悪い業者がいて女性を騙してはいけないとかですね、うん、日本軍の名前を語ってはいけないという意味の関与なんですよ、うん、よくよく読めば、しかしその下にですね、あのいわゆる慰安婦とはというその解説みたいなメモみたいなものがあって、はいはい、そこにその8万人から20万人が強制連行、いろんなことが書いてあるわけですね、はい、強制連行ってそこには書いてないでしょ、強制連行って書いてある、8万人から20万人、そしてほとんどが朝鮮半島の女性だったと書いて、うん、これ全部間違いですよ、うん、でこの辰野さんという方もですね、うん、そこのメモの部分が間違っていたと書いてるんですが、うん、これね印象操作なんですね、うん、軍関与一面トップでものすごく大きい見出し、うん、もうおどろおどろしいくらい大きい、うん、その下に8万人から20万人ほとんどが朝鮮の女性、うん、強制連行うんぬんかんかんって書いてあるものですから、うん、これは一体となって、うん、読者の心に響いてくるわけですね。彼もそこのところはね、うん、確かに間違いで、あの正すべきだったと、うん、まあ、あの時から20何年も経って書かれても私たちはこの間の時間の広がりをどうしてくれるんですかと言うんですけども、はい、やっぱり朝日の悪いところはね、うん、そういうふうにその本文のところではちょっと事実に沿って書いてるかもしれないけども、うん、印象操作がものすごいわけですよね、はいはい、ですから多分置けないとおっしゃいましたけども、うん、まあ、こことこことその連動して同じことを言ってるんですね。やっぱりこれは朝日は慰安婦報道を正当化しようという意味だったこういうことなんですよ、河野談話を、はい、検証しようっていう動きがずっとありましたよね、はい、未だに見直せるのもありますよね、はいはい、でそれが、うん、あたかもその朝日新聞の報道によって、うん、間違った談話ができたというふうに、うん、おっしゃる方多いんですよ。桜井さんそう言ってるかどうかわからないけどね、うん、そういうふうに言われるから、河野談話というのを検証する中で、うん、じゃあ朝日新聞は何を主張してきたのか、そして吉田誠二の証言は、まあ、虚偽であった、
というところをきちっともう一度しとかないと、河野談話と何か関連づけてね、議論されちゃってると。あの吉田政治の問題を、はい、あの朝日新聞が報道したために河野談話ができたみたいな大変な誤解が広がっているから、河野談話は、私は河野談話はね、いろんなことを考えた末、あのいろんな調査もした末に作られた談話でね、決して吉田政治の証言はあの採用してないんですよ。そういうふうに作られたものであるということをやっぱりあの僕らはやっぱり訴える義務があるわけでね。若宮さん、その慰安婦問題の、うん、よくその俗にですよ、慰安婦問題のその取っかかりは朝日の報道に始まっているという指摘があることについてはどういうふうな感じになってますか。それほど朝日の報道は影響を及ぼしていないというふうな感じになってますか。ですね、慰安婦問題は、あの朝日が火をつけたわけではなくて、あの、まあ、主として千田さんという方が、あの綿密な、まあ、取材をしてね、それをまとめて本にしたあたりから、まあ、始まってくるんだけども、慰安婦の元慰安婦の証言というのを初めて名乗り出た人のを紹介したのが、まあ、朝日新聞だった。それは匿名なんですけどね、しかしそれはすぐに自分で記者会見して実名も明かして、名乗り出てるわけだから、あの別に朝日新聞が報道したからそうなったわけでも何でもないんですよ。多分そこだと思うんですよ。要するにその、うん、朝日新聞という、まあ、日本のクオリティペーパーがね、どれほどの力を持っているのか、どれほどの影響力を持っているのか、それがそのいわば吉田証言という吉田誠司さんの話をですね、いわば比較的こう無批判に受け入れて報道したことが、どれほど国益に対してその既存国益を毀損したかどうかという、ここの部分が多分おそらく全てだと思うんですよね。大したことなかったという話もありますし、多大な国益に対する毀損を果たしたんじゃないかという両論があると思うんですけれども、今の吉田ね、はい、いやそれは私はね、こう今反省している立場だからね、これは大したことなかったというような開き直りをね、するのは良くないと思うけれど、客観的に見てね、私はあの例えば河野談話を作った時が大きなやっぱりエポックですよ。その前にもちろん朝日新聞を中心として報道した。しかしその事実はね、吉田政治の問題を別にすれば大体大筋当たってるんですよ、みんな。いや当たってますよ。例えば92年にね、政府がこういう資料を持っていることを発見したというのを、この談話にあるように、こういう実態があったんだということを、やっぱりそれは社内の動揺もあるかもしれないけど、それは読者に向けて発信したわけですよ。でその時に、潔くね、吉田さんの言ってたような極端な例はね、少なくとも吉田証言についてはどうもこれは虚偽だったというふうにしっかりと書いてればね、よかったと思うんですよ。そこでやっぱりそう感じになりますか。思いますよ。97年の段階で2010年の8月にやったところまで踏み込んでもよかった。要するに吉田証言は虚偽であると判断し記事を取り消すところまで、でもつまり新しい材料が特にないわけだから、いやそうなんだけど、同じ材料がそこまで踏み込めたのに踏み込まなかった。ただそうあの時は吉田さんまだ生きてて、はい、なるほど。それで、はい、一部そのフィクションは認めてたけども、全面否定したわけじゃないんですよ、本人はね、全部嘘だとは言ってないんですよ。で しかしもう取材のアクセスも断られちゃった。そうそう、だから相当怪しいんだけど、しかしでも亡くなったからっつって、じゃあ判断できる。そこもまた違う話ですよね。今回だからもうちょっと、はい、調査もしたんですよ、あの時よりもう一度重ねてね、はい、でその後のいろんな証言もあるから、はい、ということで、だから私は97年にね、全面的に取り消しまでできたかどうか分かりません、ただ、あの真偽は確認できないっていうのをね、記事の中にさらっと書いただけで済ましたのはやっぱり良くなかったと、少なくともきちんとね、吉田政治の証言については、取材の結果こうだったというのを一つの原稿にして、で、訂正まで完全にできなければ、しかし相当怪しいということをもっとね、しっかりと、まあ、畑育彦さんの研究なんかもあったわけだからね、そういうものを使ってやっていればよかったなと、まあ、当時も社内でいろんな意見はあったんだけど、結論として、まあ、本人も生きていて全面否定してるわけじゃないし、それから今後どういうまた証言が出てくるかもね、分からないから、今の段階で全面訂正するのは行き過ぎだというのが、まあ、通ったわけですね、最終的に、ね、私はね、今のお話聞いててね、朝日新聞の読者は気の毒だと思いますよ。こんないい加減な取材基準で紙面を作って800万部だか900万部だか知りませんけれども売って、一応朝日は日本を代表するメディアだという評価を受けて、なんでそれでね安穏としていられるのか、これは聞いていてですね、若宮さんは友人でありますけれどもね、腹が立ちますね。というのは97年段階で朝日新聞は上村隆さんをチェジュ島に送って、その他の方もおそらく行って取材をさせてるんですよ、吉田証言が本当に正しいのかどうか。
でその前に今もうお話があったように畑育彦さんがちゃんと現地に行っ て、はい、もうこれデタラメですって言ってるんです。その前には韓国の女性記者が自ら調べて、はい、チェジュ島の記者、女性記者の方ですね。そうなんです、なんでこんな嘘を日本人は書くのかと、うん、日本人は金儲けのために嘘を書くのかということまで言ってるんですね、うん、で例えばそのボタン工場に行ってなんか何人が連れてきたとかいろいろありますけども、うん、はい、そのボタン工場はいう人たちの名誉に関わる、そして今生きてる人たち、これからの日本人の名誉に関わることなんですよね。ですからやっぱりそこは本当に真摯に間違ってましたということを言えなければ、うん、メディアなんてやってる資格はないと思いますよ。いやだから、うん、まあ、とにかくあのそういうことも含めて、はい、厳しく反省してね、うん、あの去年の夏以降、はい、そうですね、あの、うん、反省して、うん、るわけで、うん、第三者委員会の厳しい指摘もね、うん、得てそのことを、うん、みんなけんけん服用してやろうということでしょ、うんうん、でただそこでね、ごめんね、そこもね、そこもね、ここに書いてあるようにね、その河野談話の見直しがどうやら政府によって行われるようになった、僕たちのその書いてきたことも検証しないと危ないねという発想から生まれてると、まあその今若宮さん、この朝日新聞ということを書いた人たちのことはあまり信を置けないとおっしゃいましたけども、まあこことこことその連動して同じことを言ってんですね。やっぱりこれは朝日は慰安婦行動を正当化しようという意味だったと。河野談話を、はい、検証しようっていう動きがずっとありましたよね、はい、未だに見直せたりもありますよね、まあ、まあ、でそれが、うん、あたかもその朝日新聞の報道によって間違った談話ができたというふうに、うん、おっしゃる方多いんですよ。桜井さんそう言ってるかどうかわからないけどね、うん、そういうふうに言われるから河野談話というのを検証する中で、うん、じゃあ朝日新聞は何を主張してきたのか、そして吉田誠二の証言は、まあ、虚偽であったというところをきちっともう一度しとかないと、うん、河野談話と何か関連づけてね、議論されちゃってると、あの吉田誠二の問題を、はい、あの朝日新聞が報道したために河野談話ができたみたいな大変な誤解が広まっているから、河野談話は、私は河野談話はね、いろんなことを考えた末、あのいろんな調査もした末に作られた談話でね、決して吉田誠二の証言はあの採用してないんですよ。そういうふうに作られたものであるということをやっぱりあの僕らはやっぱり訴える義務があるわけでね。若宮さん、その慰安婦問題の、うん、よくその俗にですよ、うんうん、慰安婦問題のその取っかかりは朝日の報道に始まっているという指摘があることについてはどういうふうな感じになってますか。それほど朝日の報道は影響を及ぼしていないというふうな感じになってますか。ですね、慰安婦問題は、うん、あの朝日が火をつけたわけではなくて、はい、あのまあ、主として千田さんという方が、うんうん、あの綿密な、まあ、取材をしてね、はい、それをまとめて本にしたあたりから、まあ、始まってくるんだけども、うん、慰安婦の元慰安婦の証言というのを初めて名乗り出た人のを紹介したのが、まあ、朝日新聞だった、うん、それは匿名なんですけどね、はいはい、しかしそれはすぐに自分で記者会見して実名も明かして、名乗り出てるわけだから、あの別に朝日新聞が報道したからそうなったわけでも何でもないんですよ。多分そこだと思うんですよ。要するにその、うん、朝日新聞という、まあ、日本のクオリティペーパーがね、うん、どれほどの力を持っているのか、どれほどの影響力を持っているのか、うん、それがそのいわば吉田